おはよう。朝の会心起きてるなんて珍しいね。ところでまた抜け出したんだって？どんだけ看護師さん困らせれば気が済むの？暇なんだもんって。あなたは暇でも病院の人たちは暇じゃないの。って聞いてる？反省の色が見られないんだけど。反省してないもんって。ねえ、これ何回繰り返せば気が済む？私もそろそろ対策取って病室から一歩も出られないようにしちゃうよ。いいの？ねえ、自分がなんで入院してるかわかってる？目そらさない。このままじゃずーっとお休みしなくちゃいけなくなっちゃうよ。嫌でしょ？ちゃんと聞いて。わかってるもんって。わかってないから言ってるんでしょ？ほらちゃんと私の目見て。自分の体の体調わかってる？っていうか自分が一番わかってるくせにどうしてこんなことするの？薬の副作用辛くてよく吐いてるのも知ってるし、一日どころか、一日半ぐらい寝続けちゃう人がどうしてそんな無茶するの？私めちゃめちゃ不思議なんだけど。今まではたくさんの看護師さんのおかげですぐに見つかって大事には至ってないけど、看護師さんだってそんなに暇じゃないんだから。あなたがどこかで倒れてても、苦しんでても病室にいない限りわからないんだよ。朝からこんな話したくないな。だから、今後しないでね。次したら怒るよ。いい？言い過ぎたかな。でもあの人にはそれぐらい言わないと多分伝わらないし、これでよかったはず。気持ち切り替えて。朝は一番で手術か。でも2時間くらいかからないで終わるかな。はぁ、やっと終わった。もう13時か。今日は午後半休だからゆっくりご飯でも買って帰るかな。ねえ、なんかあったの？は？またあの子抜け出した？はぁ、ありがとう。で、今度は電話？はい。はい。その子の担当医ですか？私ですけど。は？学校にあの子がいる？あ、すぐに行きます。倒れて保健室？わかりました。救急車は？あ、先に連絡してたんですね。じゃあ、港総合病院までって行ってもらっていいですか？すみません、ありがとうございます。大丈夫ですよ。あとは私が引き継ぎます。はい、ありがとうございました。あ、着いた。わかった、すぐ行く。おーい、聞こえるか？聞こえたら手握って。握れはしないけど動いてるな。看護師さん。点滴と酸素マスクをお願い。目開けれる？無理かな。触るよ。意識レベル低い。おーい、聞こえるよね。動かなくていいから。点滴刺すからじっとしててね。はい、終わった。しばらく眠って。看護師さん。また仕事増やしたみたいでごめんね。動いてくれてありがとう。とりあえずこの子起きたら、私呼んで。うん。とりあえず呼吸の状態も安定してきたし、大丈夫そうではあるけど。あいつも歩ける距離短くなっちゃったな。急に入院になったし、病気が病気だから、運動もできなくて仕方ないのか。そんな状態で学校行こうと思うなんて。まさか今までも学校行くつもりだったの？はぁ、何やってんだよ私。あの子のこと気づいてやれずに、起きたらあの子と話し合わないとか。あ、起きた？
わかった、今行く。おはよう。学校はどうだった？やばって顔してる。ほんと顔に出やすいのな。怒んないのって。怒ってるよ、めちゃくちゃ。カンカンだよ。でもようやくわかったでしょ？自分がどんな状態なのか。反省したみたいね。私も気づいてあげられなくてごめんね。学校に行きたいなんて全く知らなくて。勉強くらいさせてほしい？そっか。そうだよね。教材すらないもんね。しかも毎日ここから学校見えるの辛いよね。でも今、あなたはその距離でも歩くことが難しいし、体に負担が大きすぎる。だから早く治して、早く学校に行ける体になろう。そのためには、辛い治療も耐えてほしいし、外に出ることとか、運動することとかもやめてくれないと、協力できない。わかった？よかった。私たちも、あなたに早く良くなってほしいんだよ。ね。大丈夫。私たちは、あなたが頑張るなら全力でサポートするし、治療に専念してくれれば、もっと早く学校に行けるようになるから。頑張る？ありがとう。うん、一緒に頑張ろう。でも今日はとりあえず、いっぱい寝て体力つけること。いいね。はい。じゃあ明日から頑張ろう。ちゃんと寝るんだぞ。次はないからね。うん。おやすみ。